今日もよろしくお願いします。さて今日の話は投資の話をしてみたいと思います。まあ僕自身もですね、こうまあ株だったりだとか FX 投資信託いろいろしてきたんですけれども、まあ今日は誰にでも始めることができる簡単な投資術というのを話してみたいと思います。で、何を投資するのかっていうと、お金ではありません。で、何を投資するかなんですけれども、これ皆さんが平等に持っているものなんですね。こうお金持ちの方もそうじゃない方も、こう学生も社会人も子供も大人もみんな平等に持っているもの、それが時間ですよね。で、よくこう時間が一番大切な資源って言いますけれども、この時間をどうやって投資するのかっていうのは、ものすごく大事なことだと思います。こう例えばですね、こう必ずしなければいけないようなこと、例えばそうですね、歯を磨くとか、ご飯を食べるとかっていうのをただただこなすっていうのは、投資ではなくて消費の時間だと思うんですよね。なので1日が24時間と決まっていますので、まあ、この中をどうやって投資の時間を増やすのかっていうのを考えながら行動しているのか、それともただただなんとなく行動しているのかでは、全然こう1年後2年後10年後は変わってくると思うんですよね。ということは、こうどうしたら投資になるのかなんですけれども、最低限やらなければいけないことを超えてからが投資だと思うんですよね。例えば小学生が漢字練習をしますという時に、こうただ与えられたページ数をもうこなすだけっていうのは時間を消費しているだけなんですけれども、どうやったら覚えられるのかを考えながら字を書くとか、あとはどうやったらこう字がきれいに書けるのかっていうのを考えながら、ずっと書くっていうふうにしていくと、結局こうだんだん字が上手になっていくとかっていうのは成長につながるわけですから、要は成長につながる行動っていうのが時間を投資するっていうのにつながってくると僕自身は思っています。と考えるとですね、これもうちょっとコツがあってですね、一人で頑張るのか、それとも複数人で頑張るのかっていうのでも、投資のこう積み重ねみたいなものが変わってくると思います。誰かに教わりながら勉強するのと自己流で勉強するのでは、分かっている人から教わるっていう方がプラスアルファの知識を学ぶことができるかもしれないですよね。もしくはこう効率がいい勉強法を教えてもらえるかもしれません。と考えると、自分一人で頑張るよりも、こう誰かに教わるっていう方が投資としては効率がいいっていうのが一つ言えると思います。で、もう一つは誰からもう教わらなくてもこう目で見て学ぶっていうことはできますよね。なのでこう上手にできている、要は目標としている人を見つけて、まあ、メンターみたいな人ですよね、を見つけてその人を真似てみるっていうのも効率がいい時間の投資術の一つだと思います。なので成長につながるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えると、投資の効率がどんどん上がってくると思うんですよね。で、さらにもう一つ、こう自分が誰かを育てる、もしくは誰かに何かを教えるっていうのも、実は相手にとって効率がいい投資でもあるんですけれども、これも実は自分自身にとっても投資の時間になります。なぜかというと、誰かに何かを教えるというのは復習にもなりますし、物事を伝える練習にもなります。で、物事を伝えるためには頭の中を整理しなければいけないので、自分の頭の中を整理するという時間にもなります。なので、こう自分自身が学ぶばかりではなくて、相手に学びを与えることっていうのも投資につながりますので、時間の投資術っていうのがこう成長っていうのとイコールとして考えるのであれば、こう自分一人で頑張るよりもいろんな人を巻き込んだ方がより効率がいい投資の時間になると思うんですね。なので、こう例えば小学生の頃、中学生の頃、要は学生の頃ですね、は学ぶっていうのが仕事ですから、ここで効率よく学ぶか学ばないかっていうのはものすごく大きいと思います。で、社会人になって、ね、社会人になって最初の1年目っていうのはいろいろ教わることができますよね。なので、そこでちゃんと学ぼうとするのか、それともこうただただ仕事をこなしてもうさっさと帰りたいと思ってこう雑な仕事をするのかっていうのでは、5年後10年後の社会人としての立場っていうのは全く別物になってくると思うんですよね。なので、こうお金ばかりではなくて時間を投資するっていう意識を少し持っておくと、
こう人生が変わってくるのかなと僕自身はこう考えていますので、もしよかったらね、皆さんも時間の投資率、ぜひぜひ試してみてください。僕自身もこう例えばこれで YouTube をアップしているっていうのも、話すっていうことが自分の中の頭の中を整理するっていうことにもつながりますし、こう自分がこう覚えていることでもつい忘れてしまうんですよね。なので自分の動画を見返すことでこう思い出すっていうこともたくさんあります。なので最近はこう何ていうの、頭書きっていうか題名みたいなところに自分で自分が何を話したかが分かるようにっていうのをちょっと意識して書くようにしています。そうするとこうパッとこう題名だけ見直した時に、あ、そういえばこんなこと大事だったよなみたいなことを思い出しながら仕事をする、毎日を過ごすとやっぱりこうだんだん覚えていくんですよね。なのでつい忘れてしまうようなことっていうのを話すように僕自身はしていますので、皆さんのためにこうお届けする動画であると同時に自分が復習するための動画っていう意味でも僕自身は YouTube はこれからもまだ続けていこうかなと思っています。皆さんにもね、この今よりもちょっとでも楽しく、今よりもちょっとよりもこうちょっとでもこう自分自身が成長につながるようなことにこう携われたりとか手伝うことができたら僕自身も幸せだなと思っていますので、これからもねよろしくお願いします。それでは勝也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。